今回のオープニングは展望台からの綺麗な景色からのスタートです。ポンポンニッケのりかです。私にツーリングをしてくれるお友達ができました。その出会い方も私的に初めての出会い方でびっくりなんですけど、 YouTube を始めて3ヶ月ぐらいした時かな、一人の方からコメントが入って、一緒に走りませんかって言ってもらえたんです。でも知らない人からの誘いは怖いし、男の人から若い方だったらちょっと嫌かな、申し訳ないかなって思って、私お子さんなんでって一度お断りをしたんです。でもその方からも、私はおばさんです、多分住んでるところも一緒じゃないかなっていうコメントが入ったので、ちょっと嬉しくなってお約束をすることにしました。でも初対面の時にはやっぱりかなり緊張しました。どんな人が来るかなって思ったんですが、とても優しそうな方が来てくれて、すごく安心したのを覚えています。私のバイクなんてただのノーマルのバイクなんですが、彼女のバイクはいろんなものがついてカスタムされてて、すごくびっくりして驚いてずっと眺めさせてもらいました。緊張しながらも二人で御前崎の荒沢ふるさと公園まで行ってランチをしてきました。日替わりのランチで500円、数量限定なんですが食べることができました。500円であのボリュームってすごくお得だと思いませんか。私たちが食べた後しばらくしてすぐ売り切れになっていました。ラッキーでした。食事の後は2人で写真を撮りまくって遊んでました。ツツジとかネモフィラも咲いていてとても綺麗でした。公園にはクジャクがいて、彼女とても求愛されてて面白かったです。その後は展望台へ移動して、展望台で2人で遊びました。展望台には誰もいないのをいいことに、2人でヘルメットのままうろうろしながら写真を撮ったりして、はしゃいで遊びまくっていました。とても面白かったです。2人で散々遊んだ後に次に向かうことにしました。次に目指しているところはよく SNS で見かけるところになるんですが、トトロがいるみたいなんです。前から気になっていたところだったので、とても楽しみにしていました。行く途中は茶畑がすごく広がっていて、いい香りがドキドキしてくるんです。工場があるってことかな。お茶の蒸した香りがヘルメットの中までふわーっと香ってきて、時々深呼吸していました。ふと前を見ると前の彼女も深呼吸しているようでした。お茶のとても癒される香りがしてきて、とてもツーリングしていて気持ちよかったです。で、私気がついたんです。走ってる途中、茶畑の中に疑問を発見しました。お茶の農家の方ってことかな。それにしてもすごくイケメンで、走ってるのにそのイケメンに気が付けれる私の能力に自分でびっくりしました。そんなイケメンに喜んでるうちにトトロのところに到着です。道のところにひっそりと佇んでる感じでびっくりしました。もちろんそこからは写真撮影会です。トトロのクオリティなかなか高いと思います。トトロの後ろの看板に永宝寺っていう看板があって、どうやらその奥にお寺があるようなんです。御朱印を集めて回っている私としてはやっぱり少し気になって、彼女にお願いして行ってもらうことにしました。行ってみたらお寺の門構えが民家っぽくって、ちょっとわからなくてうっかり行き過ぎてしまいました。慎重にバックして駐車場らしいところに止めることができました。少し小さいですが、とても綺麗なお寺です。本
堂には干支の切絵まで飾られててとても素敵になっています。このお寺には人力の一人乗りのロープウェイ野猿っていうものがあるんです。お寺の方にお願いをすれば無料でその野猿という乗り物に乗せてもらうことができるみたいなんですが、結構高くて下の川のお水、緑のお水がちょっと怖くて乗るのは断念しました。だって行ったら自力で帰ってこなきゃいけないんです。ちょっとその労力は私には体力がないかなと思って断念させてもらいました。お寺の奥には2本並んだ木のシルエットがトトロの形に似てるとして、菊川の方では菊川のトトロとして紹介されているそうなんです。さっきお寺の下の方にあったトトロのことについてもお寺の方にお話を聞きました。あのトトロは地域の方が作ってくれたそうで、でもあのトトロのままだとちょっと問題が生じると良くないということで、尺状をトトロに持たせることにしたそうです。尺状というのはお坊さんが修行の時に使う棒のようなもので、あれをトトロに持たせることで、あのトトロをトトロ地蔵ということで、あそこに飾っていることで、ジブリ的に問題が生じないのではないかということになっているみたいです。でも、Google で菊川トトロと検索すると、今の場所が検索で出てきてしまうんですよ。面白いですよね。今回は彼女が私に誘ってくれたおかげで楽しいツーリングをすることができました。私にとっては初めてのツーリングです。バイクに乗るようになって YouTube をするようになって、新しいこと、新しい出会いができるようになって、とてもなんか世界観が広がって嬉しいことが起こっているような気がします。いろんな方々に感謝です。これからの新しい出会い、新しい楽しみにとてもワクワクしています。今回の日記はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。